これか。こっちか。普通に迷ってました。この道は僕通ったことありますわ。ブレーキパッドのこと話そうかな。デイトナーの赤パッドに変えたいう動画を上げました。でね、第一印象はすごく使いやすいというか、効きがマイルドっていうかな。こう初期精度ががっつり効くタイプじゃなくて、まあ、純正っぽい。この CBR125R の、ブレーキパッドに別段僕不満はなかったんですね。まあそんなにがっつりは効かないけども、まあ、安心して、握れるっていう、まあ、純正パッド、まあ、それに近いようなブレーキパッドが欲しかったっていうのはありましてですね、この赤パッドが非常に、まあ、僕の感性には合っているパッドかな。ローター攻撃性がちょっと気になる部分ではあるんですけど、まあ、長い目で見んとわからん部分ではありますね。ほんまあの迷ったんが余計やわ。でただいまの気温12度、いいね。10度超えてくるとやっぱあったかい感じがしますね。さあ時刻は1時を回りました。シマのモトブログ、略してシマブロ、お送りしております。CBR125R で、ツーリングしてますけども、パワー的には全然問題ないです。僕のなんか使い方が5000回転以下でこう走るみたい な決まり事縛りみたいなのがあって、それで言ったら燃費が49とかね、40後半はコンスタントにいってたんですけども、高回転回すようになるとね、やっぱ燃費が悪いですね。お気をつけて。トンネルを抜ければ目的地、道の駅琴波でございます。どこに止めようか。止めるとこあったっけ。あ、危ない危ない。さあバイクはどこに止めりゃいいの。え、あ、こっちでいいんだ。よいしょ、ありがとう、助かる。よいしょ、あ、到着です。さあ、ご飯も食べたし、お風呂も気持ちよかったし、さあ帰ろうかな。
ということで、シマノモトブログ、続きましてはご帰宅ですかね。はい、ということで、シマノモトブログ略してシマブロ、お送りしているわけなんですけども、先ほどはですね、三角温泉にちょっと立ち寄りまして、まあちょっと昼食がてらちょっと山菜そばを食べてきました。ということでね、動画上はあんまり食べてるとことかお風呂とか載ってないんです、一瞬なんですけどね。まあ元ブログは、続きます。この三島トンネル抜けますと、徳島に入ります。はい、シマノモトブログ略してシマブロ、いつも皆さんありがとうございます。シマノモトブログシマブロをお送りしているわけなんですけども、温泉の帰り非常に何もやることがなくてですね、ただこう走るだけになっております。これでね、いろいろネタ探し考えたんですけども、ずっと右がついとった。以前の動画にもありましたけども、コメントについて結構ね、いろいろとコメントをたくさんいただけまして、結構なんか反響が強くて、いろんなコメントがいただけました。 125cc は、まあ、絶対的パワーがないけん、まあ仕方ないよっていう方もいますし、でもうちょっとね、今みたいな回転数5000回転じゃちょっと美味しいとこは使えないんで、まあ、この8000回転ぐらい、まあ、このぐらいを使って走るのがまあいいんじゃないのっていうね、意見も多々ありました。でもね、そんな僕の深みもない動画なんですけども、いつもね、皆さん、コメントもそうですし、いいねもそうです。で、僕の動画を見て、CBR125R を、購入することに決めましたと、いつも楽しみに見てますとかね、そう言ってくださる方にはもう本当に感謝ですね。僕もね、まだまだ未熟な部分は当然あります。至らぬ部分も当然多々あります。でね、知識もね、皆さんみたいにこう深いわけでもないですし、間違ったことも当然言ってると思います。まあその時があったらね、もうどんどんご指摘ください。で、まあ、できるとこからちょっとずつでも直して、まあ、改善できたらなと、まあ、思っております。右行きます。
悪い。はい、志摩の元ブログ、道の駅長尾に入ります。止めるところがない。ここら辺でいいや。はい、とりあえず今日もお疲れ様でした。でね、とりあえず道の駅に志摩はいるんですけども、とりあえずここで終わりにしようかな。じゃあまたよろしくお願いします。